はいえー、田中正造朗読する15分を始めたいと思います。はい、えー、っとですね、ちょっとあの大学の授業の準備が忙しくて、まあえー、その他にもろもろありまして、1日、えー、お休みをいただきました。はいえー、で今はですね、小松博先生の解説を読んでいるところです。はい で、えー、この続きをね、えー、まあ、早速読んでいきたいと思うんですが、まあ、ああのー、その、直訴の話とかね、えー、にまだ入る前です。それで、えー、この田中正造のですね、病っていうのは脳病というふうに自分で言ってるんですけど、脳病ってどういうものかなっていうのをちょっと見てきました、はい。で、続きです。このように、禅宗の観光によって私たちは、 磁気層へと至る肖像の内面の動きをそのひだの部分にまで分け入って知ることができるようになった。がその意味あるし、つまり磁気層の考察に入る前に議員辞職の問題を一別しておこう。えー、はいいいですねまあこれはだから直訴、えー、の前に議員辞職ですからね。 で田中正造が衆議院議員を辞職したのは、1901年10月23日のことであった。その模様をシナの毎日新聞は、次のように報道した。帝国議会の名物男、トッチンは、はい、このトっチンというのは、まあ、栃木の賃貸というあの言葉です、ねえー、を訳,訳して、まあだ名ですけれども、栃木賃貸だ。 賃貸ってのは、まあ、ある種の要塞みたいな、えー、ものですね。で、えー、でこれ、突っというふうに読みますが、名物男というふうに呼ばれております。もう、帝国議会で、えー、こ田中正造っていうのは、まあ、そういうふうに見られてたんだな、というところですね。名物男で、突っというあだ名がついている。えー、突っは、第一期以来、今日まで、その職にありしか、はい。 そうなんですね。ですから、もう帝国議会といえば田中正造なんだと、まあ、そういうあの見方があったわけです。ありしが、えー、ところがということですが、えー、一作長、突然、片岡議長を音の王手、まあ、音の王手というのは尋ねてということです。辞表を提出せり、片岡氏は、声優の定義として、まあ、声優というのはまあ政治の友ですね。 の定義、まあ、あの、こう、思いやりとしてということですが、一応、辞表の撤回を勧告せしも、いや、まあ、田中さん、あの辞表は撤回したらどうでしょうか、というふうに、応は言うと。えー、しかし、田中氏は、事故が生命を捧げて運動し来たりたる鉱読問題が、明白なる国家の利害問題たるにかかわらず、どうもすれば、 自己の議員たるに何らかの関係あるもののごとくに忖度せられ、はい、つまり自分が議員であると、えー、いうことにですね、何か関係があるかのように、えー、忖度せられると。その結果、主、え、樹、ー、の故障を、えーこえー、かかる問題の上に、シムルを見るに忍びずとの事情を沈述し、 えー、ということなので、まあ、あの、田中はですね、要するに、このある種のこうスタンドプレー、をして、えー、自分の政治家としてのですね、まあ、あの、目立ち、目立ち、えー、なんて目立ちやすさというか、まあ、そういったところですかね、えー、これをあの考えてやってるんだとか、 まあ、あるいはその選,選挙狙いだよと。まあ、あれをやれば、えー、票が入るんだよとかですね。まあまあ、いろんなパターンがありそうですよねで。この田中さんが国会議員であるということと、まあ、こういう皇族問題にです、ね、関わっていることが関係があるんということですよね。でこれがあのそういうふうにこうあの取られるのが、 もう嫌だ,だということです。で、嫌だっていうのは、えー、その結果ですね、まあ、この鉱読問題に対して、えー、マイナスの働きが、えー、あるんじゃないかということですね。はい。で、えー、到底 G、翻すべからざるをもって、片岡議長もついに即日、辞表を許容したりという。はい、これが1901年10月25日ですね。 えー、シナの毎日新聞ということなんですが、小松先生、よくまあ、こういう新聞をですね、うん、なんか見てるなという感じですね、えー。ちなみに私が新聞なんかを見るっていうのは、この大学のですね、データベースが、えー、読みり毎日、朝日、えー、ありますから、日経とかもあるんですけど、日経はほとんど、えー、とこの時代に何もない。 私なんかはまあ読売毎日、うんまあえー、朝日ですかねその3詩ぐらいしかちょっと、えー、簡単にアクセスできなくて <laughs> まあやっぱりあの、えー、重要なのはよろず情報とかも結構重要ですよねそれと、えーまあ、栃木の方の地方紙ですねこれもやっぱり 重要なんだと思いますが、そういうの全部見るなんて不可能ですよね、はっきり言ってね。で、シナの毎日新聞ですよ、これなんか。シナの毎日新聞をこうやって読み込んだんです。それとも、またたまたま誰かがこう引用したのをさらに引用しているのかち、ちょっとそこら辺は分かりませんが、まあ、相当な、えー、情報収集力ですね。はい。で、まあ、いずれにせよ、これで田中さんの辞表を。 えー、受理しましまた周知のように、田中正造が正造国会議員も今回で切り上げますと、舘沼城吉に書いて送ったのは1901年1月19日のことであった。はい、でこれはもうすでに、えー、読んでいるわけで、まあ、本館、あ、いや、まず読んでないです、ごめんなさい。本館38ページということですね。 しかし、同日付の村山藩宛所管に、議員辞職の件は、すでに昨春2月13日の議長とおぼゆ、右の事情を陳述せしに事故あり、まあこの事故が起きた。まあ大事件ですね、が起きた。でこれは川俣事件のことなわけです。2月13日ですからね。 はい、でこれは、まあ、どういうことなんでしょうか、で川俣事件が、まあ、発生したことがです、ね、でこの自分が、えー、辞職するかどうかということとどう関係があるのか、まあ、おそらく、このまま自分が国会議員としてとどまって、何かあのしなければいけないというふうに思ったのではないでしょうか、例えば、まあ何らかの形で弁護しなければならないとかですね。 はいで、えー、事故ありと、川俣事件があったと、えっとえー。今日に宣言いたし、まあ、要するに遅れて遅れしてしまったと。議員辞職は本当は、まあ、この昨春2月13日に行おうと思ってたんですと。だけど川俣事件が起きてしまいましたよねで今日に至るまで、まあ、伸ばし伸ばしになっていた、えーまあ、そういう始末に候と。 そういうこと、結果なんで始末なんですということです。とあるように、川俣事件の前から考えていたことであった、本館39から40ページ。このことは、この時期の日記に議員の辞選と欲するのり、法、え、律、ー、けるのだ、忠告、歳費のこと、さながら譲り、引くと書いてあることからも証明できると。 はい、でこれ日記なんですけれども、えー、その議員を辞めたいと思う、その理由、えー、これも、法律つけるんだ、えーまあ、ちょっとこれだけだと、ね、どういうことかわかりませんが、で中国歳費のことで、これは歳費を値上げするのを反対して、えー、歳費を辞退したということですね、えーまあ、そのさながら、あ、えー、さりながらですかね。えー 譲り引くとまあこれと同じような、あのー、あのことだということですかね。で、アスタリックスクがつ、えーえー、いて、えー、小松先生の中が書いてあります。そして同じ日記の一連の文章中に自分を桜相互、正確には相互ろになぞらえ、毒に死する者1064人、この恨みをらさで置くべきか。 七度生まれ変わりても、もう七度、七度生まれ変わってもですね、この恨みを、えー、晴らさずに、えー、置けるだろうか。いや、そんなことはできない。えー、恨みを晴らしてみせると、まあ。そういうことですね。そう、怨念のほとばしりを押しとどめることができぬかのように書かれてあるのを見ると、林武寺氏などが指摘してきたように、議員辞職の 決意、えー、直訴断行の決意と見て取れるであろう。その意味では、川又事件がなければ直訴はもう少し早まっていたかもしれないと、えー、いうことですね。はい。<laughs> まあですから、この、えー、日記の中、多分これ、ねうん、前なんでしょうかね、後なんでしょうかね、この川又事件のね、そこで桜倉総合のことを、まあ、引き合いに出して、 うん、ここではもう自分が死ぬことが何、えーまあ、ていうか前提というかそこをもう、まあ、日記だから誰にほのめかすわけじゃないんですけれど自分で、えー、かなり死を意識していた、えー、かと思います。はい。で続きこの時は思いもよらぬ川又事件の勃発と近藤貞吉や山田友次郎などの支持者の強硬な反対にあって はい、1901年2月5日付、村山藩ほか、あて所管3章、本館42ページ、辞職を見合わせたのだ,だったが、衝動をして、議員であり続けることに、愛想をつかせた理由を考えてみると、えー、その一つ,一つは、えー、前日の新聞報道にあるように、公独反対運動がどうしても政治家としての自分の妙理 の問題や選挙目当ての運動に見られてしまうことへの苛立たしさがあったと。まあ、これは大きいでしょうね。えー、でそれはおそらく1898年明治31年9月の第3回押し出し後にピークに達したであろう。そして2つには政治そのもの、あるいは政党や議会に対する失望感と、 その腐敗への憤りが、これも1898年10月の憲政党内閣の会えない最後から、翌99年の歳費値上げ問題をめぐる一連の出来事の中で、一気に増殖していったと、えー、考えられる、はい。ということですね、この腐敗への憤りで、まあ、 まず,まずは、まあ、県政と内閣、えー、これがあの頓挫しますね。で、もうみんなあのポスト争いに急きとしていて、えーまあ、これ、田中正造はですね、農商務大臣になって、足尾銅山鉱毒事件は解決するという道があった、あるいは栃木県連になってはどうかという話もあった、でこれ、断っているんですね。 これもなんかね、えーとまあ、なんで断ったかって田中さんに言わせれば、こんなあの政権、短命に終わるに決まってるっていう、まあ、そういうことなんですが、うーん、まあ、なってたらどう,などうなってたのかなっていうのは、ちょっとね、気になりますが、興味深いですね。はい、で、まあ、この,あのポスト争いに急々としていて、で腐敗、お金が、お金も、ね、飛び交っていただろうと思われるんですが、まあ、それへの憤り。 でこれは勝海舟からですね、お前何になりたいんだってい、総理大臣だっていうふうに答えて、えー、でじゃあその死んでから、ですかねあ,のまあ、あの世で大材、えー、にお願いしといてやるみたいな、そんな感じのことを返されて、えーまあ、それはそれであの面白がって喜んで帰ったという話なんかあ,のありますが、エピソードがね。 まあ、あのもうみんなポスト争いに急としてるわけですだから、そこでお金も飛び交うと、まあ、こんなところで自分がですね、えー、農商務大臣になって解決すると言っても、えー、どうなんだろうと、まああの、要するに政治家としての出世、えー、との一コマとしか見られないだろうと、まあ、いうことはあるでしょうね。 はい、でこうして徐々に議員であることに嫌気がさしつつあった田中正造にさらに輪をかけた事件として私は99年6月に不県政が改正されたことに伴う9月の栃木県会議員を第三の要因として重視していると,とはありますがちょうど15分経って新しい話が始まりそうな予感ですのでちょっとここで切りたいと思います。はい、というわけで、まあ、今日はですね えー、話としては、この議員辞職に至るです、ねまあ、のいろんな要因についてまあ話を始めたということで、でこの中で、まああの、公読事件を使って、田中さんがその政治家としてまあ出世をしたいとかですね、あるいは目立ちたいとか、あるいは選挙で有,有利になるようにしたいとか、そういうことがふうに思われるのが嫌だと、えー、いうこと。それから えー、あとはですね、あ、まあ時期の話ですけど、川俣事件があったためにそれが遅れたんだと。あのだからちょっとね、ここら辺は、えっ、ー、と、小松先生の、えー、この話は結構、なんていうか、物語を作るときに重要なポイントなんですよ。つまり、川俣事件があったんだけれども、どうにもならなかった、あの潰されちゃってしまった。 だからもう、えー、田中正造は直訴しかないというふうに考えて、で直訴するためにはその、国会議員という身分では職、えー、議あ直訴できないから辞めるんだと、まあ、そういうあの物語が一般的にはできてるんですけど、これ全然ガラガラと崩れちゃいますね。えー、っとつまり議員辞職の方も鎌田事件と関係なく考えた。で、これは実際その通りです。あの手紙で。 えー、議員辞職をしたいと言って、それでやめろ、やめろってみんなに言われて、えー、とりあえずやめ,やめたと。まあ、そんなところに、こう、川又事件が起きてしまって、やめるにや,、ま、やめられなかった。だから逆ですね。川又事件が起きたから、あのえ本当はもっと早く辞めたかったんだけど、辞めなかったというところですね。で、えー、はい。ただ、これ、あのちょっと、まあ、そうですね。 その腐敗への憤りとかも、ね、先ほど読んだところでありましたがあもう一つやっぱり重要なのはあのー、年年だからっていうのがあるのかなってそれが多分あのすごく基本的っていうか素直な読みじゃないかなとはちょっと思いますはい、えー、今日はこれにて終わりにしたいと思います